アイシアからキャットフード国産缶詰の工程をご紹介いたします。原料となるマグロやカツオは早朝港に水揚げされます。作業員は工場に入る前に衛生管理をしっかりします。冷凍マグロを解凍しカッターで頭を切り落とします。蒸し器で魚の中心が65度になるまで加熱します。小骨などを取り除くクリーニング作業を行います。きれいにクリーニングされた身肉をフレーク状にします。フレークの大きさや小骨など異物がないか丁寧にチェックします。強力マグネットバーと金属探知機で異物混入がないか検査します。自動肉詰め機によりフレークを詰めます。調味液を注入します。缶の中身を真空にして蓋を閉めます。レトルト釜で加熱殺菌します。缶蓋に賞味期限を印字します。 X 線検査機により異物がないか検査します。自動梱包機で段ボールに梱包します。焼津工場で丁寧に作った安心の国産品はこのような工程でお店にお届けしています。